無一郎は風呂吹き大根、三つりは桜餅、実美はおはぎ。前回に続き鬼殺隊員の好物の謎に迫ります。アニメ派の方はネタバレ注意です。第89回鬼滅大学開幕、失格です。では早速、無一郎の好物は風呂吹き大根ですが、そもそも風呂吹き大根、風呂吹きって何？そこから説明すると、風呂吹きとは江戸時代の蒸し風呂、つまりサウナみたいなもので、汚れを取るために体を息でふうふう吹いていた人がいたそうです。それを風呂吹きと呼んでいました。同じように大根も熱いことから息を吹きかけたりします。その大根を食べている姿がまるで風呂吹きだなと、風呂吹き大根と呼ばれるようになりました。また風呂吹き大根、蒸し風呂、湯気、霞と、風呂吹き大根と霞には遠いけどちゃんと関係があるようにも思いました。さらに深く考えると、風呂吹き大根は縁起もよく、風呂吹きの意味もあるようです。食べれば体も健康になり、さらに大根は安いので経済的にも豊かになれる。風呂吹き大根を食べると風呂吹きになれると、縁起が良いとされています。ただ無一郎は不器用に描かれていたので、風呂吹き大根を作っていたのは両親あるいは兄雄一郎かと思います。そして雄一郎に関しては細かいシーンなんですが、原作で大根を切っている場面があります。彼らの気持ちを考えると切なくもなります。母は病気、そして貧しい生活をしていた。家族としては無一郎だけでも健康に経済的にも豊かに暮らしてほしい、そんな親と兄の思いが風呂吹き大根には込められていたのかもしれません。そして雄一郎が何気なく大根を切っているこのシーン、これも壮大な伏線だったのかと思います。風呂吹き大根、風呂吹きというと、まさにその名の通りの人物がいて、それが無一郎の血縁でもあり宿敵でもある国志望、つまり次国道勝。国志望は風呂と言えるほど長く生き、そして家柄も良かった。あるいは国志望、次国道勝の人生こそ家族が無一郎に送ってもらいたい人生、その理想形だったのかもしれない。ただ本当に幸せだったのは国志望なのか、あるいは風呂吹きとは無縁、短い命、貧しい家に生まれた無一郎なのか、無一郎にとって風呂吹きよりそれを願ってくれる家族の存在そのものが幸せだったのかなと、そう思います。続きまして、甘露寺蜜璃、好物は桜餅です。甘露寺さんはこの桜餅を1日170個も食べます。それを8ヶ月続けたら目と髪が桜餅の色になったとファンブックにはあります。そんな桜餅はひな祭り、つまり女の子が主役の日に食べられたりもします。甘露寺蜜璃の人生はまさに女性が主役になる物語。大正時代はまだ女性が社会に出たり、結婚相手を選ぶ、または結婚しないという道を選ぶのも風当たり的に難しく、女性が自分らしく生きるのには選択肢があまりに少なかったように思います。だから不幸せであったとは言いません。それを決めるのはその時代を必死に生きた女性一人一人だからです。ただ大正時代は女性がたくさん食べることもよく思われていない。実際蜜璃もたくさん食べることを気にしていました。そこには女性らしさという檻があったんです。そんな檻を女性自らが壊す、その象徴が甘露寺蜜璃、桜餅なのかな。桜餅を8ヶ月食べ続けた。蜂というのは末広がり、好きに桜餅を食べ続けるたびに女性は食べないという選択肢を壊し、選べる未来が広がっていった。そんな素晴らしい、まさに末広がりな8ヶ月だと思います。さらに蜜璃の筋肉は常人の8倍の密度ということで、やはり8という数字にこだわっているように思います。蜜璃は末広がり、道を切り開き選択肢を増やしていきます。そんな蜜璃の集大成は尾花井への告白、男性がリードする、男性が選ぶという檻を大正時代に壊しました。そして現代では男性も女性も主役になれる、それは当たり前、そう考えるようになりましたね。ちなみに煉獄さんは桜新町に住んでますし、甘露寺さんは煉獄さんの弟子だったので、桜餅はそのつながりも素敵ですね。続きまして、イグロオバナイ、羽織がすでにとろろ昆布みたいですが、昆布はヨロ昆布、喜ぶと響きが似ていて別名が広めなので、喜びが広がるという意味で、古くから結婚式とかお祝いの席で用意されています。オバナイと蜜璃の関係を考えると素敵な好物だなと思います。また昆布は繁殖力が強いので子宝に恵まれるという意味もあります。この苦戦は回収されていて、転生というか
現代のイグロー払いや密林に見える人たちには子供が5人もいます。またイグロー払いは戦ってもすごい人、昆布は戦の前にも用意したようで、打ち勝つ喜び、打ちあわび、勝ち栗、そして喜ぶ、これらは縁起が良いと言われています。柱らしい力強い意味ですね。ちなみにトロロはよく伸びることから幸せが続くと縁起が良いとか、あるいはすりおろすので幸せを我が家にすり込む願いが込められているそうです。さらにトロロ昆布は脂肪の吸収を抑えるダイエット効果があるようで、縁起の良さや正月太りを避けるために1月3日に3日トロロといってトロロを食べる習慣もあるそうです。おばないも確かに細身ですね。トロロ昆布の意味も優しいなとそう思いました。続きまして品津川さねみ、彼の好物はおはぎ、もはやネタ感もありますが、なぜ好きなのか、これには少々切ない意味があるように思います。おはぎはお彼岸のお供え物で、つまりは亡くなった家族への供養の意味もあると思います。そしておはぎは米とあんを混ぜ合わせます。これは心を合わせるという意味もあるそうで、さねみはよく知らない人が見ると源や弟と認めないし、鬼と戦うことだけが生きがいの手段、そんな風に見えてもしまいますが、実は源也や亡くなった家族のことを常に忘れず思い続けている、おはぎが好きなのはそういった意味もあったのか。またおはぎは腹持ちがよくエネルギーに変換されるのも早いので、戦いにはもってこいの食べ物でもあります。現代でもアスリートの方が愛用してたりもします。さねみは自らの血マレ血を流して戦うこともあるかと思うので、エネルギー補給は重要ですね。また好きなものもカブトムシ、カブトムシといえばスイカが好き、原野も同じくスイカが好物なので、カブトムシを原野に重ねているのではないか。やはり原野のことが大好きな優しいお兄ちゃんです。そして義勇がさねみにおはぎを渡すのは意図はしていないと思いますが、亡くなったさねみの家族への供養にもなります。さねみの亡くなった家族からすると、さねみが孤独では安心して黄泉の国へ行けない、義勇の存在はある意味で家族への最高の供養になるかもしれません。おはぎは小豆と米でできてますが黒と白、これは義勇とさねみに見えてきます。おはぎはこの2つの心を合わせる、さねみを包み込んでくれ義勇さん。続きまして源也です。彼の好物はスイカですが、スイカが好きな弟ってそれだけで可愛いですよね。これは僕だけかな。ただスイカもさねみのおはぎと同様にお盆にお供えするんですよね。これはスイカが丸いので縁と縁をかけてという意味です。ただ気をつけないといけないのは、例えばスイカとメロンというお供え方をすると2つなので割り切れる数字、割り切れると縁が切れてしまう、そういう意味になってしまいますので、偶数個は避けた方がいいと思います。まあ個人的には間違えて2つでお供えしてしまってもご先祖様は気にしたりしないようにも思いますし、一番はお供え物をするという気持ちが大切だと思うので、気にしすぎもどうかと個人的には思いますが、まあさねみも源也も揃ってお供え物が好物であるのは本当に家族思いな兄弟だからかなと改めて思います。続きまして姫島行明、好物は炊き込みご飯、お寺でお坊さんが食べることも多いそうですが、これは難しいですね。というのも何と炊き込むかによって意味が全然変わってくる。栗なのかごぼうなのか、はたまた鯛なのか、何かと炊き込むと大体何でも縁起が良くなってしまう。だから炊き込みご飯だけだと範囲が広すぎて考えられない。ただ直感的に思ったのは、お寺でよく出るので馴染みがあるし、さらに行明さんは目が見えないので香りがより楽しめるものを好むのかな。あとは行明さんは縁起を担ぎそうなので、手軽にと言ったらおかしいですけど、いろいろな縁起を担げる、そして種類も変えれば秋も来ない、素晴らしいですね炊き込みご飯。続きましてつゆりかなおです。かなおの好物は葵ちゃんが作ってくれたもの、そしてラムネと。葵ちゃんが作ってくれたものというのは心温まる話だなと思いましたが、気になったのはあえて別にラムネと書かれていたことです。飲む方のラムネか食べる方のラムネか書かれていませんが、好きなものがシャボン玉なのでビー玉が入っている飲む方のラムネを好んでいるのかな。そして飲む方のラムネは明治時代からあったので、カナオの生きる大正時代には確かに存在しています。ちなみにラムネはもともとレモネード、正確に当時の呼び方をするとレモナーデがなまってレモナーデラムネとなりましたが、もともとはコルクが高いのでガラス玉で蓋をしていたようです。そして当時はラムネが珍しかったので、開ける時のポンという音は銃声と聞き間違えられてびっくりされたなんてこともあったようです。ちなみにサイダーとは中身は同じで、違いは容器だけだそうです。ここでカナオに話を戻しますと、ラムネやビー玉、そしてシャボン玉が好き。シャボン玉というと歌を思い出します。
生まれてすぐに壊れて消えた。そんな歌詞もありますが、カナオは壊れたところで消える前にコチョウ島に救ってもらえた。でもカナオの周りには壊れてそのまま消えていった命もあったのか。それをカナオがシャボン玉に重ねているとしたら、本当にいろいろ考えさせられるなと、そう思います。いかがだったでしょうか。ここからはプレゼントの紹介です。じゃじゃん、春日井白露鶴さんからバスボムいただいてます。今日はちょうどカナオの話題が出てましたけど、なんかカナオもこれ好きそうですね。さらにこちらヤシコさんからバリボリラムネ届いてます。今日はカナオの日だね。まあ、飲む方のラムネって話はしたんですけど、もしかしたらこっちも好きかもしれないからね。これ個人的にも買ってて、編集中これ食べると眠気が覚めたり集中できるんですよね。周りが硬いラムネめっちゃ好きなんですよね。ヤシコさん本当にありがとうございます。それではちょっとした幸せを提供できたでしょうか。次の動画でお会いしましょう。またね。